なんでキムチも入ってる。うなぎ丼にキムチ、うん、斬新。はい、大家好、どうも皆さん、こんにちは、やんちゃんです。今はね、四川の実家にいます。私はね、多分2年前に地元に帰った時に、なんかね、急に日本料理屋が何軒かできて、それを見てね、すごくびっくりしました。中国の四川の田舎の日本料理はどんな味になってるのか、ずっと前から気になってて、今日はですね、地元の日本料理を食べに行きます。ちょっと楽しみ。今日の夜はね、ここで日本料理を食べます。このデパートはね、割と新しくできたから、まだね、この中でご飯食べたことないんですよ。到了就在这个商场的四楼。嗯，中国のデパートすごい。これスケベの。这个恐高的人怎么办？ねえ、すごくない？あ、あったあった。内丁料理いつもワクワクって。なんか不思議な感じ。ねえ、日本のガチ中華みたいな内装してる。哎呀，朋友已经到了，我们先进去吧。招き猫。Hello。久しぶり。久しぶり。我的朋友佳佳，她也在东京待了很多年。哎，几年？8年啊。哪个宝？哎，我见过了。嗨。我们看一下这个菜单。これすごくない？なんか前菜からすごい。麻辣文革。これ完全中華じゃない？お寿司こんないっぱいあるの。嗯，でもなんか全部日本になさそうな。我在日本都没有见过。确实。这边挖的呢？でもね、刺身ちょっと怖い。哎，你吃过吗这里的寿司？没有。这边还有这么多，而且价格都是500到600日元。好神奇的菜，我都震惊了。我觉得比那个日本的中华料理还要离谱一点。天哪，我好想，我好想让日本的观众来点一下。どれを食べてみたいですか？なんかセットもあって、そう、とりあえずね、このセットをまず一つ注文しました。那里还有日语。あなたの例外と最愛になるには。这个是前菜。哇，这个感觉就是完全看不出来是日本菜，那全然日本料理には見えない。你觉得怎么样？觉得四川人吃的挺好吃的。这个也很有趣。このブランド、ブランドよく見たらね。何なんだろうこれ。 BS じゃなくて ES。 尝一下这个。我觉得好有点害怕。我害怕它很难吃。いただきます。うん、好吃的吗？啥是好吃吗？啊，可以的嘛。但是这是川菜吧。山椒のしびれがしっかり効いてて、あとは唐辛子の辛さもちゃんと入ってる。又麻又辣。これは完全に四川料理じゃん。なんかね、見た目は全然美味しくなさそうけど、食べたら意外と美味しい。私の口に合うわ。生鱼片我其实也有点害怕。ちょっと四川の刺身を食べてみよう。我怎么觉得这个是煮熟了的？生のものじゃない気がする。他可能煮了一下那个贝壳肉。サーモンはね、正直私食べる勇気がない。因为我觉得可能会有味道，我有点害怕。これはサーモンです。中国で一番人気な刺身はやっぱりサーモンです。あ、不行。ちょっと臭いかも。魚のあの臭みを感じます。牛丼，牛丼，肥牛，肥牛，牛丼，牛丼。哦，好香哦！啊，太好了！来，再问它好不好吃？好好。我快饿死了，好吃，太好吃了！你还没吃呢。很浓的那种四川炒饭的味道。四川炒饭的味道。嗯，能闻到。我们先来看一下这个四川小弟弟。太香了！太香了！教你一个日语啊，好吃要说おいしい，おいしい，说うまい，うまい，然后你还可以说うめえ，这不大哥讲的吗？对对对，うめえ，うめえ。そう、四川の牛丼を食べてみます。啊，我这第一次在四川吃牛丼饭。嗯。所以这是什么菜？是啊，好吃。好吃，真的很好吃，看着你吃干垃圾。炒饭现在那边有吗？就是炒饭的感觉。牛肉炒饭的垃圾。啊，面白い。牛丼の味は1ミリも入ってない。
完全に四川風チャーハンね、あの牛肉と玉ねぎとパプリカとピーマンの中華風炒め。然后真的很好喝。哇，这个虾好大哦！これ何？这是什么？エビのチーズ焼き。嗯，对，でかいね。美味しいのかな？尝一下吧。あ、下面。チーズの下にマヨネーズがあって、エビも多分冷凍のやつだから、なんかあんまり新鮮じゃないかもしれない。なんか和食っていうよりは洋食の味がします。哇，看一下这个。哦，面。但是我觉得このラーメンはね、あんまり美味しくなさそう。ね、美味しくなさそう。我们来尝一下这个拉面。嗯，那个方便面的味道，確かにカップ麺、中国の豚骨ラーメンのカップ麺の味がする。嗯，对，汤大人，汤大人。このスープの色がなんか怪しい、怪しい。嗯，美味しくはないけどまずくもないかも。哇，うなぎ丼が来た。嗯，是鳗鱼和什么？鸡蛋和啊，これキムチ。なんでキムチも入ってる？うなぎ丼にキムチ。斬新。然后这个是鳗鱼，烤鳗鱼。見た目はちょっと美味しそう。かも。那个蛋皮，然后还有玉米。确实啊，看上去像韩国料理。不好吃啊。它腥味很重。不行啊。全然ダメ。全然ダメ？我都不行。好腥啊！好腥，我尝一下。特别新，哦，有狗狗的味道。我来尝一下。私はね、日本でもたまにうなぎ丼食べて、臭いやつを食べたら、もう一日中体の中にそのうなぎの臭みが残ってて吐きそうになる。怖い。蚊子还好。我咽不下去了。对，真的是。但是那个泡菜还可以，那个泡菜还真的挺好吃的。でもうなぎは無理無理。啊，これ絶対ないけど。でも無理。本当に食べれない。对不起。ごめんなさい、うなぎ。这个炒饭好吃啊。チャーハンじゃないわ。チャーハン、さっきからチャーハンって言ってる。違う。チャーハンじゃない。牛丼は美味しいね。哦，这个有点像美国的那个寿司加州卷，我们来吃一下四川的加州卷有什么不一样。但是这个我其实以前也吃过，对，因为四川的寿司一直都这样嘛。嗯，加州卷很多东西。嗯，味道不错，还可以，味道还可以，日本にないお寿司。でも多分中国人とかアメリカ人が好きそうな味。那悪くない、悪くない。那不难，知道不难。嗯嗯嗯。なんか果物の中に入ってる。唐揚げ、唐揚げもなんか見た目はちょっと怪しい。しかもマヨネーズかけられてる。唐揚げ。一言难尽。なんか皮が全然サクサクしてない。なんだろう。这个是ホッケ。あ、これは美味しそう。しかもね、隣に唐辛子がついてる。这个在日本绝对不可能，ありえない。哎，你吃一下，你吃一下这个怎么样？哇，好辣！很辣吗？没有其他味道。这咋样？可以，还是新鲜的。要蘸辣椒。这个 OK， 我也加了一点辣椒。有一根刺。我都。吃不出来那个鱼的味道了，全是那个辣椒粉，辣椒粉的味道。还有我点了一个很神奇的鹅肝寿司，这个我在日本也没有见过。なんかこの発想がすごいね。フォアグラを寿司のネタにするのがなんか美味しそう。尝一下这个。好吃。这个我喜欢。和尝一下怎么样？怎么样？怎么样？好吃，好吃。我们来喝点这个美酒吧。梅酒，色はこんな色です。まあでも、日本の梅酒もいろいろなんか銘柄があって、こんな色の梅酒もあるでしょう。
ジュース。これ梅酒じゃない。なんだろう。多分アルコールと酸っぱい香味料とキャラメルの那个色素。就是什么都有，就是没有青梅酒。そう、絶対梅で作った梅酒じゃない。そう、その確信がある。だって毎年自分で梅酒を作ってるから。它有点像我小时候喝的那种葡萄酒，勾兑葡萄酒。就是用那个色素，然后酒精和葡萄汁勾兑的。你们觉得这里面最好吃的菜是哪一个？炒饭。虾上面的那个啊，榴莲芝士。大家呢？感觉没有，没有，没有感觉特别好吃。觉得那个凉拌菜好吃，凉拌菜是因为它最让我吃不出来是日本菜，它就像是川菜，四川凉拌菜，感觉很下稀饭，你觉得吗？哎，所以顾城，这是你第一次吃日本料理吗？不是。那你喜欢吃日本料理吗？不喜欢。为什么？不好吃。为什么不好吃？因为它太腥了。妹妹，你觉得呢？第一次吃，我感觉我吃的都是它不算是日本的。哎，我觉得好对不起他们。我觉得应该带他们去日本吃那种好吃的日料。那太对得起我们了。佳佳，你觉得四川的日料和日本的传统的中餐，你觉得哪一个比较过分？都挺过分的。就不分伯仲吧，都挺过分的。想起了日本的回锅肉、青椒肉丝、对对对对，麻婆豆腐。对，多分ここは四川だから。こういう日本料理屋は、まあ味はね、ちょっと変わってるかもしれないけど、もし上海とか行ったら、もっと本格的な日本料理もあるかもしれない。因为我们这里真的多分日本人いないよ。就是感觉我们也可以开个日料店。啊，我也觉得好像感觉。没有什么难度，我也觉得，我们就把日本那种很普通的东西搞过来，都比这些好吃。你说会不会如果弄得太正宗了，反而卖不掉？当然了，这不是必然的吗？那你如果开日料店，你会在里面放青花椒吗？但是肯定会给我们蘸辣椒面，红色的辣椒面。对。4人で292元、6000円。食べました。好的，那今天就打卡了一下我的老家四川的日料。まあこんな感じでした。皆さん四川に来たらぜひねぜひ四川の田舎の日本料理一度食べてみてください。本当に衝撃を受けます。あ、よかったらぜひね今日の動画にいいねとコメントもお願いします。はい、以上でした。バイバイ。